消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日なんですけれども、まあね、ヒロトのミットを、お借りしてっていうかね、この前翔平さんは受けてたし、なんで俺が受けられないのって、使わせてもらえないのってことを言ったら、まあ使っていいよってことだったんで、というか反強制的に借りました。はーい、余談も言わせないです。っていうのもまあ嘘で、ちゃんとひろとくんには借りるよって言って、お借りしています。まあただ翔平さんが使ってたのは本当に羨ましかったです。でひろとね、このミットなんかインコースが取りづらいからって言って縦型でミット買ったって言ってたんで、ちょっとね僕っぽいミットじゃないんですよ、正直言うと。僕はもう完璧に横で浅く使うような感じなんですけれども、中村悠平選手モデルってちょっとまあ縦、こうやって見れば分かりやすいかな、縦型な、ミットなので、ちょっと使わせてもらってね、逆に俺縦型合うかもしれないなって分かったら、次のミットもしかしたら縦型になるかもしれないです。はい、新人場所の時代かはあなた次第です。といったところで、これはね、ちょっとヒロトに、お借りして、まあ、キャッチングなりちょっと握り替えなりっていうのをやっていこうかなと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあヒロトにミットかけて、使って取っていきたいと思います。お借りします。あー、横で取っちゃった。縦ミットだからできれば縦で取った感じでいったいですよね。あー、はい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 、あー、はい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 、なるほど、はい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 、やっぱね、縦はね、スポット入ってくる、だからこっちは取りやすいかもしれないです。うん、ここも僕今ちょっと縦気味で取ったんですけど、普段だったら横で取るんですよ。でも縦で取っても全然大丈夫ですね。あー、やっぱ横とか低めはあんまり縦ミットって向いてないのかな。はい、まだちょっと動くな。でも俺のキャッチングの問題かもしれないけど、あー、ここをしっかりと取りたかったけど取れなかった。はい、はい、でも握り替えしやすそうかも。なんか Z さんのミットって僕もっと分厚いイメージだったんですよ、親指芯が。ただ中村悠平選手モデルそこまで分厚くないなって感じしますね。はい、じゃあ座って取っていきます。はい、こっ、うわー、今の縦で取んなきゃいけないのか。普段僕やっぱ横型のミット使うんで、今のもう横でいっちゃうんですけど、そうするとちょっと当たっちゃうかなって、ミットに先に。はい、オッケー、オッケー、ウェブ下で取るのが結構いい感じのミット、オッケー、ふぅ、あー、ごめん、たらしと、はい、むずいな縦ミット俺には。なるほどね、縦ミットってこんなんなんだ。オッケー、なんかポケットが中村悠平選手モデルってちょっと広めかなって、なんでまあ取れるけど爆裂音を放つにはちょっと技術が必要かもしんないです。 OK、 悪い感じじゃないし、ダイヤの強さ、 OK、 OK、 押し込みに取りいった、縦取りか、 OK、 ここでしっかりなんかうん、やっぱ俺横取りだ。縦取り難しいな。今の縦取りにしたつもりなんですよ。違和感はあります、やっぱ。
うん、こっちはさすがに立ったな、ここまで外れると。はい、ああまあね、さすがに腕よりこっち側のボールはこう取れないんで、そういう分にはマジで向いてるかもしれないです。あ、うん、こっちでOK! OK! はい、出した、はい、出した。はい、このミッド、Z プロステータス中村雄平選手モデル、ヒロトにお借りしてやってきたんですけれども、かわしさはやっぱもちろん最高だし、ちょっと大きめに感じたかな。まあ、普段から、まあ、カムイのミッドも、スラッカーのミッドもちょっと小さめ。で、GS ミッドもちょっと小ぶりなので、そういったところでは僕からしたらちょっと大きいかなっていうような、感覚は出ましたね。僕、このミッドでいいなと思ったのは、このバックスタイルのところ。手の、ここの屈曲のところがちょうどこういう風に浮き上がってるから、すごい、ストレスがない。っていうのはあります。ただここの切れ込み部分がちょっと気になるかなという風な感じしますけれども、大したことはないです。全然使えるなっていうような感じですね。ずっと使ってれば違和感なくなるしなっていう、最近こういうミットも多いですしっていうのはありますね。さっきちょっと撮ってる時も言ったんですけれども、親指芯の薄さ、に関しては僕はやっぱこれすごい好きです。で、親指芯が薄いっていうことに関しては、まあ、ちょっと今握り替えはやんなかったんですけど、撮るしかこの撮った時にここの親指が当たる確率も減るし、ボールを取るときにもここの先にバチェリー当たってバンって入ってきて親指でやる可能性も少ないですし、スムーズに入ってきて音も鳴りやすいのかなって。ただちょっとこのミットに関してはポケットが広いから、一点集中ちゃんとしたところで取らないと、取れるは取れるけれども、その音を鳴らすっていう点では結構僕は難しいかなと、あくまで僕はですけど感じましたね。でもすごいいいミットです、やっぱ。まああとはヒロトの片付けを頑張ってもらって、いかにね、こっちの、まあ、縦で取るっていう技術を、身につけてもらえればなと思っています。僕もねちょっと新感覚ですね。まあ多分使ってみても結局横型なんだろうなとは思いましたけれども、そういったところで言うとこの縦型ミットっていうのもまあ初めて、ほぼ初めてかな、使うことができたので、それはそれで経験になってよかったです。はい、ということで本日はこちらヒロトの Z プロステータス中村雄平選手モデルを、使わせていただきました。ちょっとね、縦型ミット気になった方なんかはぜひ、まあ中村選手以外にモデル多分あると思いますので、そちらの方もチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあらしょー、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではあらしょー、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。